旋回はかつて天帝によって滑られていた。神教の持ち主である彼は魔物との騒乱の最中、魔王オロチによって命を奪われた。その後旋回は総力を挙げてオロチと交戦。熾烈な戦いの果てにオロチを幽閉するが、天帝が失われたという事実は変えようがなかった。時を遡り天帝を救うことは旋回の禁忌とされた。天帝が襲われた当時、スサノオら主な将は魔物との激戦の中にあり、持ち場を離れ、しかし完全皆の力を結集すれば天帝を救い、今のところオロチの気配はど、奴は一体どこに潜んでおるんじゃ。復帰、何をブツブツ言っている。ここから先は決して気を緩めるな。死ぬぞ。この地は魔物の勢いが特に激しい。我ら旋回軍は押されている状況だ。まずは窮地の味方を救うぞ。その後木を狙い魔物への反撃を仕掛ける。うん、承知したぞ王林。人の子よ、お前も決して気を抜くな。その脆弱な身、お気遣い痛み入る。心して戦わせていただこう。では行くぞ。この地より全ての魔物を駆逐するのだ。窮地に陥っている味方を救う。魔物どもを蹴散らすのだ。行くぞ。今度こそ天帝をお救いするのじゃ。復帰だ。拙者も助成しようぞ。旋回の者と食らい尽くしてやる。拙者先陣近くの砦が狙われているよう。拙者魔物の先陣を撃ち押し返すのだ。俺に任せよ。顔面せよ。気の覚める戦ぶり、お見事。申し訳ない。今回は軍隊とやる。今こそ攻勢に転じる時。中央の崖から襲をかけよ。我々は北から進む。敵を挟み撃ちにするのだ。よし、俺たちも一緒に進むぞ。味方を救うぞ。洞窟の外にいる敵を倒せ。南から進軍し西の砦へ向かいましょう。俺たちも南から進もう。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。
一段と冴えておいでですな。戦海の奴らを蹴散らしてやれ。この調子で敵を倒せ。行けよ。せいぜいあがくがいい。敵将、この王竜が撃破した。この守備に天帝はオロチに襲われたのじゃ。そうであったか。ならば今度こそ天帝をお救いしまそうぞ。この度はお主ら人間も一緒じゃ。天帝の刃よ。必ずや天帝を救ってみせようぞ。この辺りの風は鬱陶しいの。吹いたり止んだり落ち着かぬわ。ここは倒産だ。何？伏兵とは。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。覚悟せよ。お見事。さすがの働きじゃ。お見事。さすがの働きじゃ。チキシャ、もっとやるやるじゃねえか。戦海に無双の将だ。待っていたぞ。ここで叩き潰してやる。突っ込んでくるとは愚かなり。怒涛の餌食となるがいい。メス乗れ。天空の一撃、討ち取った。
パリ。これぐらいにしといてやる。突破されたか。追い詰めたぞ魔物よ。これで終わりだ。妙にも踏み落ちんことがある。あの時、天帝はオロチに殺された。奴らどうやって天帝の城に入った。そもそも奴らはどこから現れた。ギアンが焦っている時ではありますまい。今は天帝のもとへ急がねば。天帝よ。そうじゃったな。ならばここを早う片付けようぞ。これぐらいにしといてやる。敵将、この王竜が撃破した。お見事。さすがの働きじゃ。無礼。失礼八つ咲きにしてくれる。無駄よ。我らは耐えぬ。滅びぬ。あのお方の力によってな。えい、待て。あのお方とは。それは信じがたきことに。王竜様にお伝えしたき義務。世の秩序、これで守り通せたか。あの魔物を見失うとは無念。それに最後の、あの女の話は真実なのか。あのお方が諸悪の根源だなどと。信じられぬ。信じたくもない。だが王竜、一人で考え込んで。フキ、お前は、いや、何でもない。この地の魔物は排除できたようだな。うん、思ったより早く片付いたの。俺は一旦天帝の城へ行こう。ならば悪いが先に行ってくれるかの。わしはもう少しあの魔物を追ってみるわ。最後の言葉が、じゃが天帝を長くお一人にしてはおけぬ。お主が先に戻ってくれれば。ああ、わかった。天帝のことは。いかん。結局あの魔物は見つかりませんでしたね。どこへ行ってしまったのでしょうか。これ以上は時間を避ける。奴を追うのは諦めるほかあるま。天帝はご無事でしょうか。オロチがまだ現れていなければよいのですが。王竜が戻っておるのじゃ。心配はいらぬ。あやつの腕は一流じゃからの。魔物の言葉は気にかかる。今